プロデューサーの深見です。ディレクターの小川です。皆さんこんにちは。こんにちは。さて今回は、はい、私たち就職とかね、働くということをテーマに伝えてきているんですけれど、うんうん、やっぱりね、障害のある方、はい、まあ、それが中途障害の方とかいろいろなパターンがありますけど、はい、その時にどんなスキルがあると働く時にいいのかなっていうのを今回は伝えていきたいと思います。はい、見てください。お願いします。というわけで今回は働く時に必要なスキルを2つご紹介したいと思います。これから始まる動画を見ていいねと思ってくれた方はぜひグッドボタンを、そしてこちらのチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。ベルボタンも押してください、はい、というわけで、はい、働く時のスキル2つ大きなものを紹介していくんですけれど、はい、プロデューサーは働く時にどんなスキルがあったらいいと思いますか？働く時、うん、まあ、就職、まあ、うちの会社にじゃあ入るって、そうですね、来てくれる人だったとすると、はい、やっぱりね、コミュニケーションですね。いや、人と人のね、つながりがある、うん、なんだろうな、やっぱ福祉の世界は特にコミュニケーションってね、大事になってくるんでね。確かにコミュニケーションも大事ですし、うん、ただコミュニケーション能力ってね、こう漠然と知ってるからどんな感じしていったらいいんだろうとか ね、そうですね、思いますね。でも大正解ですのも変ですけど、うんうん、それもすごく大事なポイントです、はい、では紹介していきます、はい、2つというのはまさにね、今プロデューサーが言ったコミュニケーション能力、うん、まあ、社会力って言われるものなんですけ ど、それがあります、はい、であともう一つ最初に伝えたいのは自己管理能力。自己管理ね、はい、大事ね、これもね。自己管理力と社会力、うん、この2つを今回はご紹介していきます、はい、ということで自己管理力、はい、これなんだか分かりますか？まあ、自分を管理する、まあ、体調だったりとかね正解、うんうんうん、正解正解。健康維持とか、あと働く上ではやっぱり能力を向上させていくっていうのもすごく大切なことなので、はい、その能力を高めていくために、うん、自分にもちろん体調面もそうだし、はい、例えば時間の管理が必要だったりとか、ね、うん、あと他にも、まあ、モチベーションの管理とか、うんうん、あとお金の管理とかも大事ですよね。あ、例えば、ね、なんかすごく彼は働き方も素敵なんだけど、なんか気づいたらお金がなくて今大変なことになっちゃってるらしいっていうと、うんうん、仕事も続けられなくなってしまうかもしれないので、はいはい、そういったもう生活をまず整えること、うん、あと仕事をするための自己管理をしていくというのが必要になります、うん、はい、大事大事。で、自己管理って様々あるよということで、うん、今ね、体調ですよとか、はい、あとモチベーションとか、はい、お金とか、うん、あと時間とかね、うんうん、あと結構忘れがちなのは感情のコントロール。感情ね、そうなの、はい、モチベーションと、まあ、ちょっと重なるところはあるんだけど、はい、なんかちょっとイライラするなみたいな、うん、なんか最近イライラするなって言って仕事されてしまうと、あれどうしたんだろうこの子なんか、まあ、そうね、周りへの影響もあるし、あとはね、何より仕事の効率も下がっちゃいますよね。そうなんですよ、うん、なのでその感情のコントロールというのも必要になってきます、うんうん、あとは一般的な仕事だとそこまで言われないんですけれど、はい、モデルさんとかね、そうすると体型のコントロールとか。あ、体型ね、そうそうそう、それもお仕事の一個なので、はいはいはい、そういうさまざまな自己管理があるわけです、うんうん、で特に障害のある方、はい、今回ターゲットとしてはそうですよね、うん、何が必要かというと、中途障害の方であると今までの生活と一番変わることとしては、その体調面だったり、うん、健康状態を管理するっていうのが大きく変わってくるポイントだと思います、ね、なのでそこがすごく大事になってきます、うん、であとは自分の得意不得意はあると思うんですけれど、うん、時間の管理とか、はい、あと気持ちの管理、なんとなく例えば痛みがね強かったりすると、うんうん、嫌だし苦しいし当然ですよね、うん、でもそうするとなんかすっごい気持ちが下がるな、それも当然なんだけど、うん、じゃあ仕事とどうやって折り合いをつけていったらいいのかっていうことで、自分の感情面とのコントロールも大事になってくるわけです、はい、大事ですね。でこれはどうやって、じゃあこれいろんな管理しなきゃいけないんですけれど、何のポイントでやっていったらいいのかというと、はい、
やっぱりね、一番最初に大切なことは自分を知るということですよね。やっぱりその管理するためには自分を知らないとスタートしませんもんね。まあまあ、それが管理の一つではありますからね、自分がどんだけ、例えば走ったならどんだけ走れるかとか、そう、ね、どんだけね体力あるかとかはね、知っておく必要ありますよね。そうなんです、でさっきの感情とかもどういう時に自分はイライラしてしまうのかとかね、知っておくことで回避できるものもあれば、工夫することもできるので、一番最初にやることはこの自己管理力の部分でいうと自分を知る、自分を知る、これがすごく大事です、で自分を知るっていうのもいろんな条件下を想定しないと、なかなかってこう、私がね、例えば私はいつも笑っています、これが私です、これね、自分を知るじゃないんですよね、これじゃちょっと、まだまだ深掘りができてなくて、例えば体調管理、私体調崩す時どういうパターンかなとか、確かに例えば夜遅くまで起きてて、お酒飲みすぎると午前中はちょっと使い物にならないなとかね、そんな形で体調が悪くなる時はいつだろうって考えていきます。同じように時間の管理とかも、時間が遅れてしまう時はどんなパターンな時だろうって考えていくと、その工夫がそこにプラスすることができるんですね。なのでもちろんできる自分もそこから探してほしいんですけれど、今回に関しては自己管理をするっていうところで、足りないところ、ここを改善したいなっていうところを振り返って自分を見つめ直して考えてみてください、そうですね、車椅子ユーザーとかだと特にね、おトイレの問題とかがあると思うので、自分の排泄のタイミングがどれぐらいかなとかもね、ちゃんとか、ね、分かっておくといいですよね。大事、その頃にこう休憩が欲しいなとかね、そうですね、ね、半日我慢できんのかとかね、その辺は大事かもしれないですね。でその自分を知るっていうのはすごく大事で、全部が全部改善しなさいっていう話では全くないんですよね、あ、自分はこういう特徴があるんだ、じゃあ会社の方にそれを伝えておかなくてはいけないなっていう気づきになるので、頑張るでは解決できないものってものすごくいっぱいあります、生理的にちょっとこれは無理です、車椅子ユーザーの人に歩けって言ったって無理な話ですからね。本当ですよ、それは無理ですからね。その通りです、それは無理です頑張ってくださいじゃないのでね、で時間の管理とかも本当に必ずちょっと遅刻してしまう、どうしてもそうなってしまうっていうんだったら、お家の時計をずらすとかね、いろんな方法がありますし、頑張るでは解決できないもの、これに関しては会社の方、もしくは就職をする先、面接の時とかね、そういう時に伝えておくというのがすごく大事になってきます、では2つ目、社会力です。社会力、でこれ社会力っていうことでね、さっきコミュニケーション大事ってプロデューサー言ってましたけど、社会力って3つあるって言われているんです、でまず1つ目が社会適応力、これがコミュニケーション能力ですね、柔軟に相手に合わせることができる力っていうものになっていきます。で2つ目、これが社会人基礎力というものです。基礎力、あまり聞かないですよね、社会力ってそのまず柔軟に人と合わせられるっていうところと、基礎力というのは、自分自身で前に踏み出す勇気、アクションを起こすことができる、そして考え抜く力があること、そしてチームで働く力があること、っていうのがこの基礎力の中に実は入ってるんですね。そうなんです、これ国の中でも実はね、検索をすると出てくるような、なんとか省が決めているものなんですけれど、なので理想的な、社会の中で働く力っていうところで言うと、何かしらのアクション、前に踏み出す力があって、でさらにそこで自分の頭で考える、もうこの仕事はどうかなとか、活動とかでもいいですよね、この社会の中にある活動、自分に合ってるかな、自分だったらこうするなっていう考える、シンキングの力、そして共に働いたり共に何かをやるっていう、その共同するという力、これが基礎力の中に含まれています。でもう一つは就業力という言葉で、就職をする力っていう形ですね、社会力ってさっきも言ったようにコミュニケーションももちろん大事なんですけれど、やっぱり社会の中で何かしら働くというのも社会力の一つと言われています。で今回ね、2つ大事にしてくださいって言って、自己管理力と社会力ですよと言った、この社会力は特にその適応力のことです、コミュニケーション能力、人とうまくやる力、これをぜひ
作ってもらいたいなと思っていて、で、ね、でこれをまずね、コミュニケーション能力って言われても難しいですよ、はい、人によってフレンドリーな人と、うん、そうじゃなくてちょっと引っ込み思案な方とかもいますので、まあ、まあ性格がありますからね。そうなんですよ、だからみんなで明るくヤッホーなんて言ってるのがコミュニケーション能力ではなく、はい、その明るいとか、ね、そういうのはちょっと性格なので置いておいて、うんうんうん、な最低限のコミュニケーションってどんなものだと思いますか？まあまあ挨拶だったりとか、ね、基本ですよね。その通りです、うんうん、おはようって言われておはようっていう、うん、それってすごく大事なことで、うん、そこが欠けてしまうと、うんうん、おはよう無視みたいな感じになるとなんかこいつもうちょっとうまくいかないかもみたいな、なんかどうしたんだろうみたいなね感じになってしまうので、はい、それを明るく言えるか言えないかではなく、おはようございますってことを、まあお辞儀でもいいし、緊張するんだったらその反応をきちんと返せるというのが大事になります。で、同じように報告連絡相談ほうれん草ですね、これもコミュニケーション能力、その社会適応力に入ってくるんですけど、やっぱり報告ができる、連絡ができる、相談ができる、そのことをきちんとできるかどうかっていうのは、性格云々ではなく、その会社の中で働くということにおいてはすごく大事なコミュニケーション能力になっていきます。そうですね、それはね、性格云々じゃなくてやっぱやらないとダメですからね、仕事を業務としてちゃんとやるっていうことですね。そうなんですよ、それが例えば話すのがうまい、話すのが下手とか、うんうん、そこはもう正直次のステップなので置いておいていいです。報告ができる、相談ができるっていう、その最低限のコミュニケーションを取ることができるっていうのがとっても大切です。なので必要なスキル2つ目の社会力の中では、ぜひその基本的なコミュニケーションっていうのを取るようにしましょう。で、それがなかなかね、ちょっと苦手で難しいんですって言っても、その明るく頑張りましょうまではいかなくていいので、最低限の挨拶、最低限のほうれん草、そういったことをできていくこと、積み重ねていくことがステップになりますので、やってみてください、大事ですね、はい、というわけで今回は2つの大事なスキルということで、はい、1つ目は自己管理力、はい、そして2つ目に社会力をお伝えしました、コミュニケーション能力ももちろんですし、やっぱりね、その体調面、自分のことを知る、自己管理ができるようになるっていうのはすごく強みになりますので、はい、ぜひね、皆さん振り返っていただいてやってもらいたいなと思います、うんうん、そうですね、こういうところもね、なんか少しずつね、動画で深掘りしていってもいいかもしれないですね。そうですね、細かいね、いろいろな管理するものがたくさんありますので、そういうのもまたお伝えしていきたいと思います、はい、では皆さん、また見てくださいね。さよなら。